レディーゴー。さあまずは1投目どうでしょうか。ディスクダウンからのスタートになります。さあこちら、チーム29ポイントファーストラウンドで持っております。なかなか高ポイントを持っておりますね。さあ現在のボーダーラインは金のキロシベラの40ポイントとなっております。つまりこの40ポイント以上上げなければこのセカンドラウンドで敗退が確定となってまいります。さあ現在これでワンキャッチを決めて6ポイント、現在グランドコーターは35、30秒前ジャンプの6であると金のキロシベラを落として、決勝ラウンド進出の。さあこれはどうでしょうか。ランニングの5ポイント。さあここで40ポイントを並べてまいります。現在タイの成績7位タイは、ポンズそしてベラとなっております。さあ次の1投でベラをセカンドラウンドに置き去りにしてくるでしょうか。これはクッドホルト、なんかクッド、さあ鳥海達也珍しくもここは焦ったでしょうかね。タイムアップとなってまいります。珍しい。さあ